はい、こんにちは、延べ本店の延べです。今日はですね、千葉県は館山市にある北条海岸というところからお送りしております。波の音聞こえてるでしょうか。海はめちゃくちゃ穏やかでございます。これまでですね、このシリーズうつ病の独り言というのは3度動画を出させてもらいました。そして今日は4回目です。特にね、筋書きがあるわけでもなく、台本も何もなく、うつ病経験者であるこのノブがですね、一人でつらつらと過去の体験、そしてちょっとでもね、今うつ病で苦しんでいる方、または身近にそういった方がいる方のお役に立てるお話ができればなとは思いつつも、どうなるかは分かりませんが、ペラペラとおしゃべりをしてみたいと思います。これまでのシリーズ見てくれた人はご存知だと思うんだけど、私ノブはですね、千葉県は市川市、行徳という町でヘアサロンを営んでおります。床屋のおっちゃんでございます。今から9年前、東日本大震災のあの年ね、俺はまだうつ病の闘病中の真っ最中でした。その時のことを振り返って、お話ししたいと思います。今はね、もちろんご覧の通りピンピンしております。身も心も充実、毎日がハッピーな毎日を送っているんですが、その頃はですね、やっぱり仕事のストレス、プレッシャー、そういったものを感じてうつ病になったんだなと自分では自覚しております。そしてもともとその自分の中でのこうでなくてはならない、こうであってはいけない、こういった勝手な決めつけ、自分にも他人にもめちゃくちゃ厳しいといった、そういった性格が災いしてうつ病になったなという、そういうふうに今では自覚してるね。で、これまでね、うつ病になった経緯だったりその辺はまあそれなりにおしゃべりしてきたんで、治っていく過程のお話を今日はねさせてもらおうかなと思うんだけど、さっきも言った通り心も体もピンピンしてる、毎日がハッピーなんだけど、じゃあある日突然寝て起きたら急にそうなってるのかというと、そんなことはないね。例えばね、あなたが骨折したとしようか、骨折ね、腕の骨がポキンと折れました。くっつくのにものすごく時間がかかるよね。少しずつ少しずつ、ものすごくじれったい思いをしながら徐々に治っていって、もう治ったと思っても実はそれは完全に治ってない場合もあったりするね。心の病というのもまさにそれと同じかなとのぶさんは思ってるわけね。やっぱりね、ずっと悪いまま続くわけでもないのよ。悪い日もあれば、ちょっと良くなったなと感じた日もあったりするわけ。で、それが波がこうね、大きくなったり小さくなったりしていく。今振り返ってみると、時間とともに総合的に見ると右肩上がりになってはいってたんだけど、日々は細かく上下するわけね。その上下がある時はものすごく心の状態が悪い、ズドンと落ちてる。で、ちょっと良くなるとすごく良くなった感じがする。なぜかというと、昨日まではすごく悪かったから。で、昨日悪かったら悪かっただけ、ちょっと良くなると自分はものすごく良くなったという錯覚に落ちる。これ今だから分かるんだけど、当時は全然分かんなかったね。もう自分は元気になったんだと思っちゃうわけ。でも、それは総合的に今の状態がプラマイゼロだとするときにまだまだマイナスなのね。でもちょっと良くなるとすごく良くなったような気がしてしまう。で、次またちょっと悪くなると、昨日が良かった分ものすごく悪くなったような気がする。こういった感じで自分の気持ちに毎日毎日自分自身が翻弄されるということになるわけね。これの繰り返しで、後から振り返ってみると、ギザギザは激しくあるんだけれども、だん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 回復に向かっていっていたということね。これがわからないと、まあ当時のノブさんももちろんそうなんだけど、ものすごく日々ジェットコースターに乗ってるような感じ。明日はどうなってしまうのか、明後日はどうなってしまうのか全くわからない。この不安がうつ病で一番辛かったかな。いつになったらこれが良くなっていくのか、いつまで経ってもジグザグしているこの感じ、これがねすごく辛かったね。で、まあもちろんね、これ見てくれてる人の中には今そういった心の病気
でどん底ですという人もいるでしょう。なのでジグザグどころかずっと下の方にいるという人いるのかもしれないんだけど、その中でもね、感じ取れば少しこう緩やかなかもしれないんだけど、波はあると思う。でもその波に翻弄されないようにということ、この波はジグザグしつつも必ず右肩上がりになっていってるんだということを知る、そう信じるというのが大事かなと思うのね。この信じるっていうことがなかなかね、できなかったね。でもやっぱり経験して今元気でいる自分からしてみると、いつか自分は必ず元気になれるんだ、こう信じること、自分を信じることっていうのはむちゃくちゃ大事だなと思うのよ。あの時の自分にもし今の自分がね、出会って何か声をかけてあげられるとしたらね、必ず良くなるよと言ってあげたいのね。もちろんね、これを見てくれてる人の中には今5年目です、10年目です、20年目ですという人いるでしょう。なのでね、自分自身に対してじゃなくて、他人に、まあ、あなたにはそんなに無責任なことを言えないんだけど、今こうしてね、克服したと言ったらちょっと大げさかもしれないんだけど、過去のことにすることができた、そんな自分が あの当時の自分に問いかけてあげたい言葉は、自分を信じなさいよと、必ず良くなるということを信じ続けなさいよと、こういったことかもしれないね。で、その信じるということがなかなかできないことはよくわかるし、どうしてもね、いろんな、感覚、思いというのは湧き上がってきますね。のぶさんがパッと思い浮かぶのは自己嫌悪、ね、罪悪感、そして焦燥感。皆さん、焦燥感っていうのはちょっと難しい言葉かもしれないけど、まあ焦りだよね。なんだか知らないけどいつも焦っている、このままじゃいけない気がするみたいなね。当然のぶさん仕事をしてたので早く仕事に復帰しなければいけないんじゃないか、それは会社にとっても家族にとっても自分にとってもお客さんにとっても一日でも早く回復しなければいけない、この焦りと得体の知れない、なんだかやばいやばいみたいなね、何に対して焦っているのかわからないんだけど得体の知れない、心の底から湧き上がる焦りみたいなものがあってね、これといつも戦っていくことになるわけなんだけど、これはねもうおそらく時間が解決してくれると感じるしか考えるしかないのかなと思うね。結局のところある日突然心の病気になるわけじゃないよね。まあさっきも言ったけど腕の骨が折れたっていう話はね、腕の骨が折れるというのはある瞬間突然ポキッと折れることがまあほとんどじゃない、疲労骨折みたいなものもあるんだけど、基本的に骨折というのは何か負荷がかかってポキッとその瞬間これまで何ともなかった人が突然折れるわけだよね。でも心の病気というのは、ある瞬間これまで全く何ともなかった人が突然ということは珍しいというか少ないんじゃないかなと思うの。長年かけて負荷がかかり続けてそれでなるような気がするんだよね。下手するとね、子供の頃からずっと抱えていたその考え方の傾向、思考の癖みたいなものがたまりにたまってある時突然それが出たように感じる。でも実はもう何十年もかけてそうなった、こういったケースが多いんじゃないかなと思ったりする。ということはだね、つまり、そのぐらい治るのにももしかしたら時間がかかるのかもしれないなと、こういった覚悟は必要なのかなと思ったりするね。まあちなみにのぶさんの場合は明らかに原因がこうはっきりしてたのね。それはまあ仕事の上で重大なその役割を与えてもらって、そのことによって自爆した、自分で自分をすごく厳しく戒めたし、自分で自分に対してものすごくプレッシャー、ストレスをかけたなと思ったんだけど、それを取り除くことによって、治るっていうのかな、回復に向かっていく、それはもう手放してもいいんだっていう自分の中でこう諦めること、
これができたことによって回復したなと思ってね。で、そういった仕事による自分に対する負荷というのがかかった期間がそれほど長くなかったのね。それまではピンピン元気にしてたから。でもそういった自分の心に負荷がかかっている状態になって、早い段階で自分はもうギブアップと、心がもうこのままではまともな日常生活も送れない、ってなったから、もしかすると自分に対して負荷がかかっている期間が短かった分、回復するのも早かったのかなと思って。でもそれがすごく長かった人、まあさっきも言ったけど、子供の頃からそういった思考の癖があってね、長い間自分を責め続けたり、自分を厳しく戒めてきた人というのは、それだけやっぱり治るのに時間がかかるのも仕方がないのかなと思ったりするね。だから結局のところ何が言いたいかというと、自分は絶対に良くなるんだという信じるということと、自分が良くなるためにかかる期間というのは、まあそれなりに長くかかるのかもしれないと。ここはですね、いくら焦ってもどうにもならないんだよね。なのでいい意味で、諦める、自分を信じるということと諦めるということ、これができると少しは回復の足しになるのかな。まあそうじゃないにしても、日々の暮らしが今よりも少し心が軽くなってね、生きやすくなるのかななんて、思った次第でございます。まあもちろんね、最初にも言ったんだけど、台本のないつらつらとしたおしゃべりなのでね、なかなかつかみどころのない、何言ってかよくわかんないお話になっちゃったのかもしれないけど、今のね、率直なのみさんが感じている考え方です。ちなみに今はですね、朝の6時台です。6時台前半、昨日ね、家族で娘夫婦もね、孫も連れて、ここ立山市の北条海岸にやってきてね、そして一泊したわけなんだけど、何しろね、早起きしちゃってね、目が覚めたらまだ真っ暗だったのね。でもまあこうしてね、明るくなってきたから、ちょっと散歩がてらね、この海岸の景色を見てもらって、いい気分になってもらえたらなと思って、こんな風に撮影をしました。今日のね、のぶさんのお話、何の役にも立たなかったのかもしれないけども、せめてですね、この千葉の北条海岸の穏やかな海の景色だけでも見ていただいて、つかの間の癒しになってもらえればと思って撮影をしてみました。ちょっとね、じゃあこの後散歩してみましょう。お待ちを。どうでしょう、波の音は聞こえてますか。ここは、昨日の夜泊まったホテルの真ん前の海岸ね。こんな感じで、砂浜が続いております。波打ち際もこんなにね、静かな感じ。これ真夏だったらちょっと足びちゃびちゃ入れちゃいたいぐらいなんだけど、まあでも今日もなかなか蒸し暑いな。これ多分ね、昼間日が上がったら相当気温は高くなると思う。湿度もなかなか高い。沖の方には船が走っております。あれは釣り船だね。ちょっと拡大してみて、あれこっちか、あのブーンと走ってるのが釣り船ね。その奥のはまた違う船だな。これは釣り船です。どうでしょう、ここの海岸はですね、西向きなので夕方は夕日ががっつり沈んでいく様がものすごく綺麗に見える海岸です。残念ながらその様子を撮影しておくのは忘れました。で、朝日は反対側から上がってくると。あ、ちょっと曇ってるね。ちょっと曇ってるけど、こうして見るとね、月に照らされた、海は非常に絶景でございます。誰も歩いてないからね。野口さんは撮影するときに誰かに見られてるのむちゃくちゃ嫌なタイプなのね。すごい人目を気にしちゃう、こう見えて。でも今日は誰もね、こう歩いてないから、すごくね、リラックスして撮影ができております。ちょっとギリギリまで行ってみましょうか。フレ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 、水平線も綺麗に見えてます。
こっち方面は千葉県の最南端の白浜方面で、正面は神奈川県、見えてないけど正面神奈川県で、右側が東京方面というのかな。こっちが北、そしてこっちが南と、こんな感じです。どうでしょう、癒されていただけたでしょうか。ということで、今日もお付き合いありがとうございました。現場からは以上です。ということでですね、今現在うつ病で苦しんでいる方、またはそういった方が身近にいらっしゃるあなた、今日の動画を見てですね、ちょっとでも足しにしてください。繰り返しになりますが、自分を信じること、そして焦らないこと、この2つぜひとも心がけてみてください。それとね、体を動かすことすごく大事だと思います。のぶさんも元気になりかけた時はね、ただひたすら散歩ばっかりしてました。その当時飼っていた愛犬福とね、散歩片道2時間なんていうこともしてました。そして夜はね、妻のなっちゃんと延々とね、夜の街を歩いたりなんかして、散歩するとね、すごく気持ちも晴れるし体も疲れるので、夜もぐっすり眠れやすくなりますので、ぜひともご参考までということで、また明日会いましょう。バイバイ。